杉浦徹は日本のプロレースラー。姉が二人おり、自死は洗顔モノマネで知られる美術家の杉浦ゆり。2008年愛知県刈谷市にあるデプに入門。2009年9月20日のデプ3周年記念大会にて新山勝利を相手にデビュー。2010年5月海援隊土女主催の若手リーグ戦、K メタルリーグに出場。 2012年5月6日、この日のカリア大会を最後に、デプ対談。5月23日付で、フリーダムズに入団し、記者会見で30日の新規バファーストリングでの佐々木、木代表との一気打ちを直訴して対戦が実現した。8月5日、頸椎損傷により欠場となった、マンモス、佐々木の代打として、河西淳プロデュース第4回デスマッチトーナメント。 ペインインリミット2012に出場。これをきっかけとして2013年7月にデスマッチ戦線への参入を表明した。2014年には、大仁田ツ氏率いるジャドー軍から脱退したマンモス佐々木を強引にパートナーにしたタックチームマンモスギボンバーズを結成し、KFC タック王座争奪リーグに臨んだが、敗退した。2015年、チームデラ所属のリングアナウンサーの松永育恵と、 入籍。2016年3月23日、マンモスギボンバーズのタッグで、01大谷慎次郎と、高岩隆一を相手に対戦し、杉浦が黄岩を丸め込み勝利。しかし、試合中に右肩を脱球しこの日より欠場に入る。5月2日、高楽園、ホール大会の前節に登場。12日に復帰。2016年8月23日、 ダムズフェス2016、デスマッチあり、バーリトゥードあり、ルーチャーあり、ライブあり、コントあり、縁ありにて、総合格闘技ルールで、武田製紙に、秒殺負け。2019年10月1日、火災順を破り、キング・オブ・フリーダム・ワールド・王座を、初体感。ありがとうございます。